当社の路線は東京、千葉、埼玉、栃木、群馬、1都4県にわたっております。大きく分けると浅草、東京スカイツリーから日光、鬼怒川温泉までを結ぶ東武本線と、池袋から川越を経由して埼玉北西部小川町を結ぶ東武東上線がございます。通勤や通学、観光のお客様など日々多くのお客様にご利用いただいております。当社ではスマートフォン向けアプリ東武線アプリをリリースしております。沿線にお住まいのお客様を中心に通勤や通学、日々東武線をご利用の方にお使いいただいております。東武線アプリでは、列車の運行情報やよく使う駅の発車時刻、列車の走行位置などいつでもご確認いただけます。この他にも KDDI 様の空室管理システムを導入して、駅のトイレの個室の空き情報が分かるサービスを提供しております。トイレの個室のドアにドアの開閉を感知するセンサーを設置して、ドアが開いている状況を空室と判定します。このセンサーによる空室情報は KDDI 様の LTE 回線を経由して東武線アプリの配信用サーバーへ送信され、アプリユーザーに届けられます。トイレ内にセンサーを設置するので、お客様に盗撮や盗聴の危機かとご不安を与えないように東武線アプリ用機器と明記しております。東武線アプリを開発するにあたり、アプリならではのサービスの提供を検討しておりました。ちょうどその時 KDDI 様にこの空室管理システムをご提案いただきました。駅のトイレはスペースが限られているので、個室の数に限りがあります。またラッシュ時間帯は非常に多くのお客様がご利用になるので、駅の個室トイレが空いているかどうかというのは、体調不良のお客様やお急ぎのお客様にとても重要な情報になると考えておりました。駅の社員から聞いたのですが、お客様から東武線アプリのトイレ情報を使っているよとお声掛けいただいたことがあると聞いております。またネット上でもアプリレビュー等を拝見させていただきますと、大変便利です、助かりますという好意的なお声をいただいております。東武線アプリのトイレの空き情報は現在東上線の池袋駅に導入しております。お客様の日常に便利な情報をご提供できるので、他の駅への導入も前向きに検討してまいります。